頑張ってますね。レイクスターズはもう遠征疲れもあると思うんでね。はい、ガドソン決めた。今のプレーどうですか。いいと思いますね。あのガドソン選手らしい、さあ中オマラ、ビッグマン、オマラがショット決めた。いかがですか。はい、良かったと思いますね。さあガドソンが運んできた。ガドソン決めてきた。スリーポイントです。シューティングガード、スモールフォワード、1番、2番、3番、何でもできるというのがコニフリューです。柏木がバスケットカウント。ここはキャプテンの意地だ。見せましたね。もう言ってるぞ。はい。スリーはどうだ。リバウンド、オマラ。ガドソン、今度はインサイド、バスケットカウント。カウントあり。解説お願いします。いやこれでも実際にはね苦しいシュートだったと思いますね。そうですか。はい、もう最後のもうギリギリの、ね、あそこに1回ボール入れるというのは大事だと思いますね。オマラ自分でいく。いやこれは強烈ダンク。今ちょっと予想してなかったですね。いやー思い切ってダンクに行きました。ナイスプレーですね。ラベナからガードソン。ここはラベナよく見ていました。場面はあったんですけども、うん、どうしても苦しくない。こういうねもうシンプルなプレーでいいと思いますね。うん、ラベナの動き出し、あ失礼、ここはリバウンド、オマラチャンスですね。ガドソンが行く。いや飛び込んでいった。あれだけハードワークしてディフェンスもこれもすごく頑張るんですよね。うん、そうするとどうしてもやはり成功。メイヨはジャクソン、よっと、このブロックはあのナイスブロックでしたね。もう完全ミスマッチですからね。ジャクソン選手だともうダンク、そうですね、はい、オマラ選手のところに入れてもいいと思うんですよね。あ、それでいいと思いますね。はい、さあそのオマラに入った逆サイド、ラベナのスリーはナイスプレーですね。ちょっと今日こういう細かいミスが目につきます。その通りですね。オマラ、ここは優しくいきました。柏倉選手のああいうプレーにつながりましたね。ラベナかわして中林だ。いやこれはラベナ技ありのパス、技ありでしたね。もうおっしゃる通りですね。予測不能パスが来ました。どうぞ。あ、オマラ選手もねこのナイスプレーだったですよね。いやラベナこれ、これはあのさあ滋賀は時間を使うか。キャプテン柏倉ナイスプレー。あーオマラだ。ここはいいコンビネーションプレーだ。滋賀意外と決まらないもんなんですね。そうですね。オマラのダイブだ。オマラバスケットカウント。今シーズン3ポイントの確率は不入、今日を迎えるまではおよそ 20% という確率ですが、勝負どころで決めてくる。ここはバスケットカウント。いやラベナ、いやエチュニケがいるんですよ、はい、北山さん。ラベナ選手も全然